上の子は断乳で苦労したんだけど、下の子は卒乳にしたいんだよね。うち卒乳だったよ。そうなんだ。どうやってしたの？うちはもう11ヶ月くらいからご飯とか食べだしたら、あんまり欲しがらなくなって。そうなんだ。でお風呂上がりに一応あげてたんだけど、もうそんなに欲しくないなみたいな感じで飲んでたから。そうなんだね。もう思い切ってやめて、味噌なしを飲ませてた。ああそうなんだ。たぶんもうそのまんま忘れてしまったみたいで。すごい。寝かしつけとかってどうやってやってたの？うちは添い寝とかは、添い乳はあんまりしてなかったんだけど、髪の毛を触る癖があって。あママの髪の毛を。そうなんだ。もう髪の毛を触りながら、寝てたらそのまま寝かしつけられる。そうなんだ。